取りまくり競輪ナビをご覧の皆様、こんばんは。今回は明日、青森競輪場で行われる共同通信社会の決勝戦11レースについての予想会です、えー。明日決勝戦は12レースではなく11レースになりますので、そこだけはくれぐれもご注意ください。今回は私、渡辺と本田記者の青系コンビでお届けします。 まずは、えー、決勝戦勝ち上がった9人の出走表そして展開を皆さんにご覧いただきますえー、以上の9人が出揃いましたただかなり短期の車も多くって並びもね想定外の並びもちょっとあるのかなという難しいレースになりましたねで、えー、その感じの並びですけどまずは中止国がまとまりました 8番の佐々木には山口の清水博と、そして隅田洋介と、中四国3人。で、地元の新山京平は短期となりました。それから南関勢、まあ静岡2人ですね。渡辺裕太、深谷の並び。それから近畿勢、三谷隆起には南周治の2人。最後は、えー、熊本の金川大と、これが一人とな,なっての小切れ戦です。 では、予想の方に行かせていただきます、えー。まずは優勝者、難しいですけど、本田記者、はい、阪神があれしましたけど、青森であれするのは誰でしょうねこれは正直難しいですよ。誰が勝ってもおかしくないようなメンバー構成なんで、ただ、動きがいいのはやっぱり、皆さんもそう思ってるんでしょうけど、5番の金川選手 やっぱり動きが本当にいいです。まあ短期で前がかかってたとはいえ前段を一まくり10秒7っていうスピードは良かったですからここもやっぱり多分人気にそこそこなると思うんですよね下手すると神奈川、新山この短期と短期が並んじゃって2人でまくっちゃう5115っていうのが一番人気になるかもしれませんけどただやっぱりそれでもやっぱり神奈川を買う魅力はありますんで奥はもう神奈川選手の。 頭から狙ってみたいなとは思います。で、その相手なんですけど、今言ったように、1番の新山、地元で勝ちたいでしょう。なので、1番新山。で、あと、7番の渡辺を使える、2番の深谷。これも番手から有利だと思います。で、中四国まと,りま,まとまりましたんで、やっぱり佐々木の番手から3番清水の抜け出しもいいと思います。で、4番の三谷も、やっぱりここ、今の段階で賞金5000万近くありますんで、ここで優勝すれば、 えーとグランプリに一歩近づくぐっと近づくと思いますんでやっぱりここ、えー、優勝したいもしくはやっぱり少なくとも2着3着取って上積みをしたいということで僕は神奈川の相手はこの1234神奈川から内枠の1234たりがいいのかなと思いますであとは3着ぐらいにはなんか6番の隅田9番の南が突っ込んでくるとちょっとスパイス的な要素を持って3連単跳ね上がるのかなと思いますので基本的には 5番の神奈川の優勝、初体感、期待したいかなっていうところですね。以上で自分の予想を終了させていただきます。で、渡辺記者はどう思いますか、このレース。そうですね、本当これ、どこから勝ってもいいんでしょうけど、展開的に逃げるのはやっぱラインできる中四国の佐々木か、うん まあ、静岡コンビの渡辺裕太かなと思うんですよ。まあ、見たにはまあ、ラインできますけど、まあ、自在性があるので、位置取ってのまくりかなと考えれば、まあ、この二人の佐々木と渡辺裕太の踏み合いも十分なんですけど、絆の厚さを考えると、同県、しかも深谷が静岡移籍して、 で、ナショナルチーム抜けてからは、静岡バンクを中心に若手の面倒を見てるっていう話も聞くので、そうしたらお世話になってる渡辺優太が引っ張って深谷の番手まくり。まあちょっと二社できついですけど、深谷が思い切って踏んでくれればそこの抜け出しが面白いかなと。まあ、ケイリンはライン戦っていう格言もあるので、そこにちょっと頼ってみます。で、相手はやっぱりこれ誰も絞れないんで、ちょっと手広く新山やら、 佐々木使う清水も、まあ出来はいいですし、まあ1取る三谷がその3番っている可能性も十分ですし、先ほど本田記者がおっしゃってましたけど、神奈川が準決勝で本当最高峰からまくって1着まで届いちゃうあの出来の良さも怖いので、やっぱちょっと相手は絞らずに流したいところですね。うん、じゃあお互いのフォーカス、ここで行きましょうか。 えー、どんと出ました、これがまず本田記者と渡辺の狙い目です。ままずは本田記者に説明をお願いします先ほども言いましたように、もうやっぱりここはもう、神奈川選手の頭決め打ちです。で、相手は地元の新山、番手を回れて、足を貯められる深谷清水、そして賞金アップを目論む三谷、この1、2、3、4の2着、で先ほども言いましたけど、6番の隅田、9番の南を加えると、3着一気に跳ね上がる。 のかなと思いまして、五頭から一二三四の二着、一二三四六九の三着です。はい。では、私、渡辺のフォーカス。もうこれ、頭が違うだけで、うん、あの、相手はもう本田記者とほぼ、きせずして一緒ですね。これはほぼ、じゃ、ね、全く一緒ですね。<laughs> まあ、もう、本当に、今、本田記者がおっしゃってた、もら,もらったように、もう相手。そのまんまの通りなので、まあ、僕、余計なこと言いません。もう。<laughs> 深谷の頭からあの2着3着このフォーカスで活かしていただきます。ではこの2人の予想が出揃ったところで皆さんもこの予想を参考にしてもらって明日決勝戦楽しんでいただければと思います。えー、今回の動画はこの辺りで終了したいと思います。この動画が良かったら高評価チャンネル登録をお願いします。取りまくり競輪ナビでは 青森共同通信支配のスペシャルコンテンツをはじめ、ツイッターキャンペーン等様々な企画を行っています。詳しくは概要リンクのからご確認ください。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。